クリスコート、こんにちは。舞踏会への案内状へようこそ。ウィーンの舞踏会に毎年参加している黒根真彦が、オーストリアと日本の架け橋としていろいろな文化をご紹介しております。おはようございます。おはようございます。今日ミチーナさん声が、ええ、なんかゲロゲロピーなんですか？そこ触れる？せっかくね、そうか、優雅に始まったんですよ。そうですよ、いよいよなかったことにしてね、はい、なんつって今日はゲストさんもお見えなんですね。そうなんです、はい。私いつもね、オーストリアの舞踏会、ウィーンの舞踏会っていう話をさせていただいてるんですけども、今日はですね、なんと、まあ、そのオーストリアとかハプスブルグ家とも縁の深いフランスのお話で、フランスにもね舞踏会があるんですけれども、でもわかる、そういう感じするもん。しますよね、うん、するする。まずフランスかなって普通の人はね、うん、なんとなくイメージ持たれる方も多いかもしれないんですけれども、うん、今日はですね、そのベルサイユ宮殿、フランスの中でもベルサイユ宮殿の舞踏会に行かれた方にゲストにお越しいただきました。笠野タバサさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ちょっと緊張してますか？大丈夫ですか？かなりリラックスしてお話お聞きしたいと思います。笠野タバサさんはですね、バロックダンス愛好会というのを主催されています。バロックダンスってね、ちょっとやっぱり聞き慣れない方も多いかなと思うんですけれども、バロックダンスっていうと、簡単に言うとどういう踊りなんでしょうか？簡単に言うと、ベルサイユ宮殿で踊られていた、17世紀後半が、まあ、主役なんですけれども、その頃のダンスですね。宮殿舞踏、宮殿で踊られていた舞踏っていうと、なんとなくこうお城、そうそうそう、宮殿ぶくっとイメージが湧いてくるかな。マリー・アントワネットの世界かな。そう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 、18世紀、そう18世紀で、その今まさに出ましたけれども、そのマリー・アントワネットがハプスブルグ家からね、ブルボン王朝に嫁いだんですけれども、その時の、嫁いだ方がルイ16世、その先代のルイ14世が建設したんですよね、ベルサイユ宮殿っていうのが。いわゆる、そうですね、お城の舞踏会始めたのもルイ14世。あ、それが大体17世紀後半。そうですね、まさにそしてそのルイ14世が没後300年記念が今年、去年だったんですか、昨年です、のその記念でベルサイユ宮殿の舞踏会というのが始まったそうです。300年前からあるんだね、そういうのって。でも今はもうない、それこそブルボン家が、そのマリー・アントワネット、ね、ギロチンで亡くなってからは、もうね、王家もなくなったし、あ、そうか、そうか、300年間ずっとやってなかった、あ、300年間じゃないか、もうちょっとですね、もうちょっとやってなかったわけで、で久しぶりに昨年から始まったんですね、お城の舞踏会が。そうなんですね、それすごいですよね。またどういうわけでそうなったんだろう。まあ、バコロン王の没後300年を記念してっていう、昨年から毎回そろそろみたいな状態だったんじゃないでしょうか。ああ、きっかけとしてそれがあったっていうことなんです ね、 ね、今まで貴族文化を否定していた時代があるわけでしょ、その頃は舞踏会開けなかったらろうしね、そうか、いいタイミングだったんです ね、 ね、じゃあ、いや、すごいですよね、でもね、すごいよ。で、今年はその大体何人ぐらい参加されてらっしゃいました？600名と発表されてました。何カ国ぐらいからいらしてたんですか？そうですね、6カ国以上に行ってましたね。やっぱりフランス、ドイツ、イタリア、日本人ですね、オランダとかね、ベルギー、おお、やっぱりそのじゃあ王家がある国、ベルギーもね、王家があるですね、そういうところが来てる。あんまり関係ないのかな、だって日本からついに。あ、そっかそっかそっか、まあでも日本も皇室がありますしね。まあ ね、 ね、なるほどなるほど。いやいやいや、すごいですよね。そのだからもうそのルイ14世、そのマリー・アントワネットの時代を彷彿とさせる、ちょっと先ほど後ほどね、お写真も何枚か持ってきていただいてますので、YouTube の方はね、見ていただきたいと思うんですけれども、そのバロックダンス、そのバロックっていうと、まあ、例えば日本人的には、何でしたっけ、バッハとかね、バッハはちょっとこの18世紀にかかっているので、少し後の時代なんですけれども、まあ、バッハの時代とか、
その辺のこうを彷彿とさせる、ね、舞踏会っていうのでどんな曲でじゃあ踊ってたんですかっていうのをね、うん、ちょっと今日は1曲お持ちしましたので、ご紹介したいと思うんですけれども、ジャン・バティスト・リュリ作曲の、ラ・ビュフコットの中から、ちょっと大変舌噛みそうなんですけどリュリ作曲ラ・ビュフコットの中からコントルダンスを、ちょっとお聴きください。iPad こっち2人写してあげて、タバサさん入れて、そうそうそう、はい、いいです。わあすごい、ね、それっぽい雰囲気ですよね。もうなんか出てき、執事が出てきそうな執事、おはようございます、道枝様、道枝姫とか言って黒執事の映画見たのね、私、水嶋ヒロの。あ、本当？見せない。いいな、異世界って思って。こういう感じよ。へぇ、こんななって。そうそう、あれで。お目覚めですか？じゃあ、そろそろ入りますか？はい。はい、ルリ作曲ラ・ビュフコットのコントルダンスという曲を聴いていただきましたけれども、こういう曲、聴いたことあります？なんかすごく重厚な雰囲気のね、喫茶店とかさ、クラシックかかってる喫茶店、昔ながらの喫茶店みたいなね、はい、なんかそういう雰囲気だったり、本当にクラシックな雰囲気ですよね。でこの音楽に乗って実際はその舞踏会でどういう踊りを、そのバロックダンスって言ってもどういう踊りを踊るんですか？コントルダンスの、語源は分かりやすく言うとカントリーダンスと言った方が分かりやすいでしょ。あ、うん、なのでこれはカジュアルなダンスです。でとても簡単な振り付けがあって、それをみんなに教えていただいて全員でこれを踊りました。その600人全員で。そうなの、こんなドレスで。そうなの、まあ、踊りたくない人は端っこ逃げてた人もいらっしゃると思いますそれはウィーも同じだ。そうで、ずっとこう小さい時間で、レクチャータイムで練習があって、一番最後にじゃあさっき練習したのみんなで一緒に踊るよ、長い隊列組んで鏡の間で、鏡の間ですよ、ベルサイユ宮殿の。へー、すごい。あそこで踊ったってすごいでしょ。ぎしぎし長い地平線のような隊列組んで、すごいもんね。想像しただけでもすごい。素晴らしい。あとはあれですか、バロックダンスっていうとメヌエットとか、ガボット、ジーグみたいな、そういう、うん、こう本当にメヌエット、メヌエットね、バッハの曲にもありますけど ね、また全然その今の皆さんのこう知っている社交ダンスとか、ウィンナーダンスと全く違う踊りなんですよね。だから当時っていうのはもう男女がガシッとこう手を組んで踊るなんてね、ダメだった時代ですから。あ、そうか。そうそうそう。だから本当に男性の上に、男性の手の上に女性がちょっと触れるぐらいの。そういう感じ。それでもうしゃなりしゃなりとね踊る感じなんですよね。このねバロックダンス愛好会さんというのが、そういう練習会をねやってるので、ちょっとねこう覗いてみたい方はね、練習会にね出てみられるといいかなと思うんですけど、一見さん歓迎いたします。いいですね。ドレスがなくても大丈夫その時はそこ大事なポイントだからね。ドレスでも大丈夫、ドレスでも大丈夫そうそう、そのドレスって話ですけど、このベルサイユ宮殿の舞踏会、はい、皆さんどんなコスチュームで参加されたんですか？写真もちょっとね、今日写真が、これ YouTube の方見られますか？これまたすごい、すごい。一番左が田畑さんです。ブルーノ、ブルーノですね。完全に本当に王様とお姫様の世界よね。そう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 。いや皆さんね、ドレスコード17世紀だったんですね。いやすごい素敵、ドレスコード17世紀っていうドレスコード、そうで、初めて聞いた。でも18世紀人気があってですね、いわゆるマリー・アントワネットが大勢いらっしゃいました、うん、あ私こそマリー・アントワネットみたいな、うん、この超ロボコが、またすごいんですよ、写真も見せてあげて。うわすごい、その横に広がったドレス、どうやって持ってくるんですか？これ電車で言うと長椅子の半分以上は占めちゃうよね。
それいいかもしれない。本当に大きなパリエの方いらっしゃいましたね。すごい、ね、だからもうちょっと海外から持ってくのは不可能でしょうけどね。いやいやいや、私あれちゃんとカバンに詰めて。本当に、うん、どうやって持っていくの？折りたたみ式ですから。一応畳めるんだそう、ゲームコーナーなんかもあって、うん、こんなのも素敵でしょ。ゲームって言ってもいわゆるその昔ながらの、すごいですよね。これはあれですか、田畑さん、うん、その歴史的にもこうだったっていうのをこう再現されてるんですよね、うん、あの絵にね、そっくりの絵がたくさん残ってるんですよ。その17世紀時代の、うん、こんな格好 で、うん、でその絵面を再現していただいて、すごいですね。であの言葉がねちゃんと分かればゲームにも参加できて。あ、やっぱりフランス語なんですよね。ちょっとねゲームのルールを知るところからやらないといけないでしょ。でちょっと指くわえちゃってました。今ねニューストリームの見てくださってる方にも見ていただいたんですけど。 そうなんですね、ありがとうございました。もう映画の世界ね。そうなんですよ、これ自分が遊ぶのを忘れて写真ばっかり撮っちゃいそうですけど、私は写真撮るの忘れて遊びに僕も知ってました。なんて贅沢なんでしょう、本当に心も贅沢というか、ね、で今回あれですか、日本からは田畑さんは何人で参加されたんですか。ね、16人ぐらい。16人、うん、でそれはすごい。そう、私が一生懸命ナビしたのが8人ぐらいなんですけれども、まあ、向こうであって感じで知り合い、日本人って感じで。へー、そういうね、その300年ぶりに復活したベルサイユ宮殿の舞踏会っていう情報だけでもすごいですよね。へー、すごいじゃん。はい、それでですね、まあ、そんないろ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 ね、音楽の話、ダンスの話も、それからコスチュームの話もお聞きしたいんですけれども、まあ、私はね、このベルサイユ宮殿の舞踏会はちょっとまだ未体験なので、うん、ね、本当にあすごいって、ドレスで言ったらね、ウィーンの舞踏会もかなわないぐらいですよ。この豪華さ、華やかさがちょっとまだ質が違うわね、うん、そうそうそう、やっぱりその17世紀っていうね、うん、やっぱりウィーンはいわゆる現代的なイブニングドレスで参加できますので、うん、またちょっとね違うかなと思うんですけれども、やっぱりその楽しみ方、この舞踏会の楽しみ方っていうのはね、いろいろあると思うんですけど、田畑さん的にはいかがでしたか。楽しみ方、やはりドレス鑑賞とか、ドレスね、そうそう、自分が着るのもそうだし他の方のねドレスも、そうですね、あとドレス作ってる、日本で準備してる間もとっても楽しくて、なるほどなるほど、一生懸命ね絵を見て研究するでしょ、うんうん、作り方わかんないので、うんうん、それとかあと現地の方久しぶりに会って、うん、ちょっとお話できたりとか、あ、そういう社交もね、楽しいですね。一回行っただけでもみんな覚えててくださって、あとね、いろいろ今回田畑さんにいろいろ話を聞いてると、うん、その例えばドレスを作るとかカツラを準備するっていうだけでもやっぱり当時の文化とか、うん、その歴史っていうものをやっぱりどうしても学ぶことになっていくの で、ね、やっぱりその着て楽しいっていうだけじゃなくて、当時ってどうなったんだろう、そのルイ王朝の舞踏会ってどうだったんだろうっていうこともね、うん、こう勉強になるのかななんて私はね思いましたね。そうですね、どんどん興味深くなって、ね、奥が深いですよね。そう、音楽もよく聞くようになるだろうし、うん、ダンスも一生懸命見るようになる、うん、なるだろうし、うん、はい、そうですよね、どんどん広がりますよね。広がりますよね、はい、広がっていくし一つ一つが奥深いと思うのでね、やっぱりその、ね、ウィーンの舞踏会もそうなんですけれども、やはりこういう歴史的な文化をこう反映したイベントね、皆さんもなかなかベルサイユにっていうとちょっとまたこれ敷居が高いかもしれないんですけれどもね、また機会があったらね、田畑さんと一緒に参加してみていただけたらいいなと思います。素晴らしいね。で、最後にね、バロックダンス愛好会さんのイベントが何かありますか、うん、近々。もう明日早速、ベルサイユ報告会ということで DVD やらいろいろ上演会とね、ダンスの講習を、やっております。あとは毎月何かしらやっておりますので、バロックダンス愛好会で検索していただくと、ね、ホームページをぜひ参考になさってください。はい、またこれを機会に、そっちの方も興味を、ね、持ってくださる方が増えるといいなと思います ね、 ね、 そうですね。田畑さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは舞踏会の案内所、今日はここまで。
なたは今日は誰とラストダンスを踊りますか？私は今日はバロックダンスを踊ってみたいと思います。踊れないけど。アフィルゼン、黒沼彦でした。さあ、それではミッチーなど昭和の間、ここでもう一曲お聴きいただきます。ドリームスカムトゥルーで Love, Love, Love。 はい、OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な